どうもシャーペンです。今回は本日モンストニュースが放送されまして、怪獣8号コラボの開催決定しましたと。これはその何回か動画で紹介したんですけど、6月ってそんなにモンストコラボやってなかったんですけども、その代わりに鳥獣コラボが開催されていて、まあ、その枠だったらこの怪獣8号は本命だったんですけども、まあ、ただ今年ちょっと様子が違って、ほぼ初となる6月のイベント形式のコラボを予想していたんで、まあ、そうなるとまあ怪獣8号ではなく他の作品かなと思っていたんですけども、言ったらこれまでで言うところのチェーンソーマンのような感じで実現しましたね。まあ、なんとかイベント形式にこしらえたというか、いやでもこうなってくると鳥獣コラボの行方ってのも気になりますね。さすがにもう今月はないと思いますし、別の月にやるのかで、やるとしたら作品はどうなるのか、ここが大本命だったので、他の作品かなって感じになりますね。まあ、ということでこのニュースのまとめとかに関しては明日投稿予定でありまして、コラボはもう始まってるんですけども、実装直後の評価といいますか、これもやっぱりモンドリ直前ってのも相まって、もうオーブを試させないぞ感がすごいですね。誘惑が激しかったので、まあ、詳しくまとめておこうかなと思っております。で、この動画に関しては、この怪獣8号コラボで降臨する超究極やミッションとかの情報を先取りでまとめていこうかなと思います。ニュースで発表された情報もちろんのこと、まあ、ギミック等が判明した状態で投稿するんで、参考にしていただけると嬉しいです。ということでご覧ください。怪獣8号コラボ一つ目の超究極は闇属性怪獣9号でございます。で、初降臨が日曜日ですね、16日の19時からと。で、クエストの仕様としてはラックプラス99なので、運枠の編成不要もガチガチのパーティーで周回していきましょうと。で、直近でこの仕様のコラボ超級だった東京グルコラボのフクロウは、まあ、若干面倒ではあったんですけども、まあ、それでもそこまでめっちゃむずいわけではないですし、まあ、この周回型のコラボ超究極の難易度っていうのは今年に入って明らかに低下をしているんじゃないかなと思います。まあ、その理由の一つとして、まあ、政宗をはじめとしても最強クラスのキャラクターも潰されることなく、まあ、そのまま使えるっていうのも簡単に周回できるポイントになっているんではないかなと思います。で、さらに今回のコラボ限定ミッションなんですけども、怪獣討伐任務開催ということで、指定されたミッションをクリアするとボックスが解放されて、それで怪獣を攻撃することで報酬もらえる。さらに箱を選んだ際にこのクリティカルが発動するとトレジャーナインのような感じでも問答無用で怪獣を討伐することができて、しかも報酬全部もらえるよっていう。まあ、これ箱の個数としては3つなんで、まあ、運が良かったら他の2つのミッションやらずに終わらせることもできますし、まあ、最低でも3つミッションクリアしたらその日の怪獣は討伐することができますと。で、このミッションで入手できるキャラクターが火属性葵&春一で、その他の報酬はこのようになっておりまして、まあ、コラボ限定グッジョブとかがありますね。ということでこのミッションにもこの超究極の怪獣9号が関わってくるかもしれないんで頑張っていきましょう。で、そしてここからおそらくゲーム内の更新によってギミック等が判明したと思うんで見ていきましょう。どうぞ。ということでデータ更新入ったんですけど、なんか容量少なかったんですよね。で、実際まだスケジュールにも表示されてないんですけども、図鑑にね、更新入ったかと思いきやめっちゃバグってましたねこの空欄イラストがいないのか、この後ろの炎のイラストだけあるけども、だから一応ギリこれ性能だけ確認できそうなんで、それだけ見ますか。闇属性だから、怪獣9、これか。あ、ダメージ力ブロック。弱点キラーが乗る超絶貫通ホーミングと。まあ雑に火力出せるやつで、停止後発射攻撃は、まあ、ボス必中であったら嬉しい。もしくは画面全体追撃。この3種なんだっけな、闇属性の。このラインだとちょっとワンチャン、ベルスターがいるんで、これは直近だと、まあ、通常キャラクターで、これ、でも反射だと、ルナすぎるよね、あまりにも。さすがにもらわないか。あまりにもルナだから。グランディオーソもまた違うしな。いや、一応ルナがいなかったらメンツはいいんですけどね。まあ、でもケットシーンもまた活躍かってなっちゃうし。この、まあ、おっちゃんフィンと、ベルスターがいることは、ありそうではあるが、どうやってもルナが来るんで、さすがになんか、ここぞって場合で仕事は取らなそうな気はする。まあ、汎用って感じですかね、一応。多分また簡単に周回で作れると思いますし、またこの状態で、なんか悪いことしてるみたいな、これ大丈夫ですよね。すごい、こんな後ろの炎燃え盛ってたんだ。結構これグラフィックすごいな。これ保存したぐらいなんですけど。ちょっと裏側がね、見えてしまってるんですけども。まあ性能はこの後改めて見てみようかなと思います。これ大丈夫なのか。はい、で数分後にまあ本ちゃんの更新入りました、ね、ちゃんとイラストが復活していると。ではすみません、さっきスケジュールないって言ったんですけど、もしかしたら出てたかもしれないですね。絶叫にしましたよこれになってたんでなかっただけで、もしかしたら出てたかもしれない。ただイラストはちょっと不具合というかバグってましたね。すぐ直ってよかった。で、はい、ダメだと魔法陣対策必須級でハートなし、まあ、結構でも HP 回復嫌ですね。嫌というか、まあ、何かしらあると思いますけども、回復要素はあればなおいい。で、弱点効果アップ。で、魔法陣なんでこんな、結構、また広そうですね。何でもありかん。あ、コラボ枠。いや、ここ絶対普通に強いんだよな。
なんでね、砲撃型でオートジャベリンバースもらえたんだっていう、このパックキャラクター。まあ、1000円で購入できる、まあ、期間中運枠としてはもうめちゃくちゃに強いですし、まあ、それでまあ、状況に関してはね、仕様として、もうそのまま全員運極ですけども、そこでも使えたらめちゃくちゃ有能ですからね。いや、パックの売り上げすごそうだな、今回。いや、これめちゃくちゃ、うまい。で、あ、そっか、キコルが、先陣系だったら回復要素はないんですね。まあ、いけるよ。属性有利で。転送はないから関係ないか。まあ、ワンチャンめっちゃレーザー出して、寄せてくるか。まあ、こんな無限だからな。それこそ、ちょうどさっきの、ルナじゃないですか。久々、今、ここまで、そこまでする必要ないかもしれないですけど、そんな、多分殴りとかじゃなくて、多分友情でゴリゴリね、削れそうですけども、まあ、本当に HP 管理が怖いってなるんだったら、ルナっぽいですけどね、久々に。そんな縛らんと思うけどな、一応この HP で見ると、回復。いっぱいいるな。あ、そう、ベガもそっか。ダメは魔法陣だし。あまり過剰かもしれないですけど、でも1体いたら本当にいいかもしれないですね。あの、どっちかといったらベガにしたいな。まあ、ルナ入れるほどそんなに火力不足な感じはないだろうし、だったらより回復性能満載のベガ1体で他3体をめっちゃ火力染めにするっていうのにしたいですね。ほんとこれベガいいっすよね。ギミック対応以外ほんと完璧ですもん。もう求めていたドレインと加速2回で回復弾だし、SS も回復だし、マジで1体刺すのはありっぽいな。まああと、直近ダルタがまた使える。いや、こんなね、行儀いいことを言ってもね、絶対これ関係ないと思う。まあ、どうせまた政宗もいますからね、まあ、魔法陣引っかかっちゃいますけども、締め政は普通に、まあ、ハートなしとか、ここはもうバウンドチャージ、あ、バウンドヒールで、絶対カバーできるからな。結局、政宗で、まあ、誰かなんか魔法陣に回避できるのを指してみるか。さすがに無理か。アナスタシアでゴリ押すとか、それは超級ではないな。政宗ゴリ押し。まあ、ヤクモもありますけども。いや、でも、このギミックは、さすがに気抜けるな。まあ、大丈夫だろうっていう。まあ、五助戦とかもあるけど。まあ、法人ですからね。特段目立って、一応、普通にソロモンとかね。まあ、でも結構これもあんま外してくるからな。コラボキャラクター主軸、ショーとかもそうだったし、シンラハマるかと思ったら貫通ゲイカイっていう、あんまり当てになんないですよね。だからまあ一応コラボキャラ徹底としてはチコルっぽいですけども、別に関係なく、もう属性どころかまあ反射ゲイとかね。でも一応1体はベガ1体ですね。僕結構あの性能好きなんで、まあ、かなり、火種が強そうな可能性があるんで、まあ、回復性能の高い、まあ、ルナももちろん強いと思うんですけども、よりこっちは回復性能特化になっているんで、まあ、火力は出せないですけども、で他3体はもう雑に強いキャラクターで固めようかなと。あ、てかやばい人いるな、これ。めちゃくちゃ強いじゃん。貫通がよっぽど縛られなかったら絶対強いな、これ。ナナミンがもう超絶に暴れそうですね。止められなければ。あ、これで使おう。デカとナナミンだな。いや、強いんだよな、この辺。明日、もう始まりますからね、すぐに。あ、てか、普通に、怪獣8号もありか。魔法陣非対応だけど、バウンドヒール、こっちは持ってるから。いいっすね。あんま最近、コラボキャラクター全く、鉄にならない周回が止まったんで、コラボが順当にいけるってのも強みな気がする、ということで。よかったらコメント欄か、皆さんの予想とかお待ちしております。あと、1000円チャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もしもしの幸せなんで、よろしくお願いします。今回もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら、8号。